どうも、ビギーです。とりあえず、去年、僕の自伝映画が、公開しました。日本はちょっとまだいつ公開するかわかんないですけど、まあ皆さんよろしくお願いします。ビギーです。ノートリアス、ノートリアス。ということで、やってまいりました。アズマ力士のアズマ TV。まずは、ビッグシャウトで、ビギーさんから、ビッグシャウトいただきました。ありがとうございます。なんと、今回は、スペシャルゲスト、シグロウィズ、アズマットスクールから MC ハーマス、そしてツナロスケさあ、そうしました。各自自己紹介の方をぶちかましてやってください。わかりました。イェイイェイイェイ、行くぜかませ、俺がマイクロフォンナンバー2、ハマの出番だ、ビッグマナー、お客さんもこりゃびっくりだな、2ダクサイルかなり濃厚、それがアズマヨット、今日も速攻ロックオンする YouTube、もう吸収する、まるで人造人間、涙かなりハイテクな機能、兼ね備えた俺がマイクロフォンナンバー2、MC、ハマだ。よろしく。じいや、そしたらネクストスタッテン。AOG クループロダクションヘアツ2009年も走り出す東ヨットマイクロフォンナンバー3チェックしとくべきレベル全打つのみやかなツナノスケモノヒアポップノーライイヤーということで MC ハマとツナノスケに来てもらってまーすさあ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 座ってください。MC ハマと、ツナノスケと、はい、出会っても何年なんですかね。出会って5年が経ったんですよね。もう出会っては、はい、早いですね。じゃあまあその、まあ前回スマイル封じたと、はい、DJ 他にも聞いたんですけども、はい、一回のなんだろ う, こうラップを始まったきっかけだったり出会いをちょっと説明していただければ。そうですね、まあ出会いというか最初一番最初にまずあのモーカにあのアリーナっていうちょっとアングラなお店があって、いやアングラじゃないですよ、あれそこの品揃えとか半端なかったですよ、半端なかったです、半端なくて、でそこに行った時にちょうどあのファーストシングル、シグレのファーストシングルが出た時にそれがでっかく掲載されてて、で東さんの中でこんなになってやってて、あー、We are Japanese JP ですね、はい、そうですね、はい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 、なんだこの人たちはと思って、それで視聴したのがきっかけで、すごい興味を持ち、それで翌年に発売されたこのしぐれ三昧、しぐれ三昧これを買って、でなんかライブこのリリーパーがやるっていう話をツナから聞きまして、うわこれ行きてえなって、行きてえなと思ってチケットの電話をプラネットにしたんですけど、あれチケットがまだ来てないんですけどみたいな話があってきて、それでそうだ思い出した、プラネットがあのこういうお客さんから問い合わせが来てますんで、まあ、連絡をしてくださいということ俺から連絡したんだ、そしてまあこういう感じでチケットを用意しておきますから、まあぜひ来てください、お待ちしてますっていう感じだったね。私申し上げましたが、東力士です。うわーと思って、本人じゃんみたいな。そうだそうだそうだ。本人かいると思って。そんなあったね。かなり上がっちゃいましたよ。それであれだよね、ツナ。で、リリパンの時にちょっと挨拶してもらって、終わった後ちょっと話してて、はい、俺たちもラップやりたいんですっていう話で、はい、それで、まあだけどラップっていうのは本当に、まあ、東ヨットスクールとかやってるけども、それは別に教えるものではなくて、本当になんだろう、アドバイス的なものでもあるし、お互いみんなでスキルを高め合っていくっていうような感じでやってるわけだね。それで、いろんなライブとか一緒に行ったり、ね、いろんなトーク一緒に続いて行ったりとか、そうやって、なんかそのヒップホップへの愛を育てていって、それで、まあ、スマイル藤田や DJ 岡井の加入もあって、じゃあ、アズマヨットスクールとして音源を出そうということで、3年かけて。作り上げたのが2008年発売しました日本全国に落とした落雷、そして B ボーイ B ガールは言ったぜこの作品ヤバくない、なぜなら自分で言うから間違いな い, い, ない世界は変わる、つまり Yes We Can ということですね。そうですね、 それでハマさん、これちょっとまあこのアルバムに対してのまあ、なんだろう、この TV はその頃まだなかったんで、ね、ちょっとあるんですけども、こうアナログを出しちゃうじゃないですか、はい、そのね、
アナログをね、なんで出したか、こんな時代に売れないからって言ったんだけども、どうしても綱之助が出すと、出さないじゃん俺やめると、はい、まで言った、はい、このアナログですね、やばいバイナル、やばいバイナルね。これがおかげさまで浜さん、なんと完売したということですよ。完売した、ありがとうございます、ね、本当にメンバーでも浜と綱とおかわりが持ってて、俺が、この間桃源郷のライブでアナログ投げちゃったんで、はい、これはもう自分のものじゃなくてこれはちょっとスマイルフィッシャーが取り上げたやつなんですけどなんとこのテレビを見てる人になんとプレゼントになります。こっからで、あ、ここら辺多分書いてないと思うんですけどなんかそのアナログクレ係まで、メンバーに言うか、フィッシャーに言ってください、これフィッシャーにくれって言ったから、ね、俺のじゃん、ね、ぜひとも手に入れてください。でも本当にこのアナログも本当にやってよかったよね、そうだったよね、はい、だから本当にこんだけのなんだヒップホップの国家とも言えるアパッチで、はい、こんだけのマイクリレーをやって、はい、まあハマとかツナムにつながって本当に憧れるラッパーの皆さんとファイナルでつながれたっていうのは本当に嬉しいことではないでしょうかね。で、スマイルフィッシャー DJ おかわりの、前回も出しましたが、なんと今年出るんですね、アルバムが。アルバムが出ます、出ます。どんな感じになってるんですか、今回のアルバムは。そうですね、今回のアルバムは予定では2枚出す予定でいます。2枚出るんですか。2枚出ます、出します。出しちゃっていいんですか。はい、スマイルさん、あれですかねこれ、出なかった場合はなんか綱こんだけ言い切りましたから、なんか綱之助に罰ゲームとかあった方がいいんじゃないですか。あ、そうですね、綱之助に何してもらおうかな。綱之助県庁の前でラップしてもらいますね。いや、県庁の前でラップよりもなんかもっと罰ゲームっぽいとこないですか。別にそれもどうかなと思うじゃあここで2枚アルバムが出なかったら、なんと12月の桃源郷綱之助のおごりのお客さん無料。いやということが、決定しました。40万は軽いね。おかわりさん、スマイルさん、浜さん、アルバム2枚できないように頑張って曲作んないでくださいね。イエイエイ。綱之助に苦笑いっていうことでね、まあともかく、しぐみザーズマットスクールね、もちろんドンストップで止まらず止まってたまかまかか LTS ビッグショット血を死しあいそんな感じで、今年もハイペースが俺のマイペース、人生は一生の耐久レース、設定に止まんねえでぶちかましてきます。シグロウィズアズマットスクール2009もぜひチェックしてください。 Yeah, スペシャルゲストはシグロウィズアズマットスクールから MC 浜綱之助でした。アズマ歴史 TV。